はい、皆さんこんにちは、亀の子あたしです。はい、今回ですね、あの人気のジェットストリーム 4&1 にかっこいいメタル版が登場！いやー、かっこいいね、新作のね、複合ペンが出ました。はい、まあこれはね、もうプレスリリースの段階から、あ、これは売れるなって思ってたやつなんですけど、もう実際見てもね、はい、やっぱりね、かっこよかったですね、これ。でね、本当はね、4色出て、もう4色ともかっこよかったんでね、まあ4色とも行きたいところだったんですけど、ちょっとね、お値段の方がするんでね、はい、まあそのうちの2個をね、まあ今回自分買ってきた感じになります。で、今回ね、限定とかね、なんかそういう風な表記も見えなかったんで、おそらくね、これ定番品なんじゃないかなと思うんでね、はい、また気が向いたらね、まあ狙ってみてもいいかなっていう感じで、まあ今回は2個に留めた感じです。はい、という感じですね、まあ今回のやつ非常にかっこよかったりしますけど、ちょっと値段もね、まあしたりするんで、まあぜひね、購入、まあ検討いろいろされてる方いらっしゃるかもなんで、はい、今回の動画ね、まあ見ながらいろいろ参考にしていただけると嬉しいなと思います。はい、ということでね、今回の動画もぜひ最後まで見ていただきまして、いいねとチャンネル登録の方をしていただけると非常に嬉しいです。ということで今回も最後までお楽しみください。それではスタートします。はい、ということでね、今回ね、まあ悩みながら買った日本の方を紹介したいなと思います。こちらになります。じゃーん。はい、こちらのね、4&1 のジェットストリームのやつなんですよね。はい、まあ第一候補はね、この自分シルバーだったんですよね。で、第二候補はね、この、まあ、ガンメタリックでした。はい、まあ初めはね、もうこっちだけ買うつもりだったんですけどね、もう店舗で見てると、うわー、もうこれかっこいいなーっていう感じでね、もうこの黒もね、かなり捨てがかたかったんでね、はい、いった感じになります。あとでね、このペンの色の正式名称の方行っていきたいんですけど、はい、まあこちらの2本です。はい、まあパッと見皆さんいかがですかね、これ。はい、まあ、くるっと回してみるとね、こんな感じなんですよね。まあ、ここのところにね、まあ、シールが貼ってあるんですけど、まあ、自分シール貼ったままで今回紹介したいなと思います。はい、まあ、上はこんな感じですね。ちょっとこれね、白が目立ちますよね、これ。はい、まあ、これ穴が開いてるんですけどね、ちょっと下の素材の消しゴムが見えちゃうんですけど、シルバーに関しては別にあれですけど、ちょっと黒に関してはちょっとね、目立っちゃいますよね、これ。はい、まあ、全体的にですね、このクリップのところもね、これ艶消しになってるんですよね。はい、結構マットな仕上がりの、まあ、金属の塗装がされてるっていう風な感じになります。はい、というのはね、まあ、こちらのペンです。はい、皆さんいかがですかね、これかっこいいですよね、これ。はい、ということでですね、じゃあ店舗のね、売られてた様子の方をちょっとね、写真撮ったんで皆さんと一緒に見ていきたいなと思います。はい、こちらになります。まずは全体像ですね。はい、まあ、こんな感じのね、重機に入ってたんですけどね。すっごいスペースがね、こういう風にボーンとね、間が、ここまで取るみたいな感じでね、ボーンってこういう風にね、ダイナミックに空いてた感じになります。これね、まあ、ね、まあ、購入者にとってはね、はい、結構、おぉ、なんか、すごい余裕があって、なんか、エグゼクティブとか、なんか、お、なんか、余裕があるな、みたいな感じがするんですが、これ、お店にとったらね、結構ね、はい、数少ないし、ちょっと場所取るし、みたいな重機になるかなって思うんでね、ちょっと同情しちゃうところがあるんですけど、まあ、こんな感じの重機に入ってました。はい。まあ、アクリルのね、こういうふうな、上の段と下の段なんですけど、ちょっとそれぞれね、拡大したやつをね、左右にちょっと出したいなと思います。はい、こちらになります。はい、まあ、上の段とね、まあ、下の段を出した感じになります。はい、今回出たのがね、この4色なんですよね。はい、まあ、今回自分が買ったのが、こちらのシルバーのやつと、こちらのガンメタリックのやつなんですけど、はい、まあ、それぞれのね、正式名称の方を言いたいなと思います。はい、こちら、シルバーのやつが、これが、アイスシルバーになります。でね、これが、はい、ピンクゴールドになります。で、こちらがダークグリーンになります。で、こちら側がガンメタリックになるっていう感じなんですよね。はい、皆さんいかがですかね？この色の中だと皆さんだと何にされますかね？はい。まあ、これだろうとかこれだろうとかね、言う方いらっしゃるかもしれないんですけどね。まあ、自分はこの2個を買った感じで、第1希望、第2希望。はい、まあ、両方とも変えた感じになります。まあね、自分が、まあ、この写真撮らせていただいたお店では、この色がね、まあ、本数的にも、まあ、売れてるんで人気ですよね。はい。というようなね、感じの、まあ、素敵な4色が出た感じになります。ちなみにね、ここのところにね、なんか写真みたいなのがちょっとチラッと書いてあって、なんか文字が書いてあるんですけど、はい、まあ、これをね、ちょっと拡大してみると、こんな感じでした。はい、まあ、こんな感じですね。まあ、アルミを削り出して作られたキャップと先端は耐久性と洗練されたデザインを両立。独特のローレット加工は天に馴染み、
ホールド性を向上させますって書いてあるんですけどね。はい。まあ、この中のね、Q2 ね、ちょっとね、2点、皆さんとちょっと抑えたいなって思うところがあるんでね。はい。まあ、その辺をね、ちょっと、まあ、写真を置いておいてね、ちょっと紹介したいなと思います。はい。じゃあ、これをね、ちょっと置きながらちょっと紹介しましょうか。これね、実はですね、ここのところから外れてほしいなってね、まあ、改造とかね、好きな方は思うんですけど、ちょっとね、ここからはね、外れないんですよね。ここのところから外れるような感じになります。なんでね、この口金と、ここの、グリップのところが一体のこれ金属になってるっていうのが特徴なんですよね。はい。なんでね、結構ね、書くときにね、すごいこのねじり癖がある方は、ここのところから外れ、はい、ここが緩んだりとか、そういうのをしないっていうところがね、はい、ちょっと特徴的かなと思います。まあ、この特徴を持ってる、まあ、シャーペンとかにね、まあ、スマッシュとかが、まあ、あったりしますよね。はい。まあ、これ、まあ、限定色のスマッシュなんですけど、ここの口金とね、ここのところ、はい、グリップのところが一体の金属になってるっていうのが、まあ、このペンの特徴です。はい、まあ、これに関してもね、この一緒なんですよね。で、まあ、この三菱さんの方はですね、まあ、この表現に、まあ、先端って書かれてますね。はい、今回この部分が、まあ、メタリック、はい、まあ、アルミの素材が使われてるっていう感じになります。で、あと、まあ、クリップもね、これ金属なんですけど、あとはここの上のところですね。はい、このキャップのところです。はい、まあ、ここのところが、まあ、アルミが使われてるってことなんですね。ということはですね、ここのところに関する言及がないですよね。はい、そうなんですよね。実はですね、ここのところがですね、はい、まあ、金属じゃないんですよね。まあ、樹脂をきれいに、まあ、塗装してるような感じなんですけど、はい、まあ、結構これね、塗装がきれいなんでね、はい、もう、一見こうやって透明で見たら、もうアルミに見えますし、もう実際手に取ってみても結構、一瞬アルミなんじゃないかな、みたいな感じに思うんですけど、はい、まあ、持ってみたらね、はい、やっぱりひんやりしてるのとひんやりしてないみたいな感じのところで、まあ、わかるかなと思います。あとはちょっと若干ね、これ筋がね、ちょっと入ってるところもあったりするんで、そこでちょっとわかるかもしれないですね。はい、見えるかな、あんま見えないかな、見えたらいいけど見えないかな、わかりますかね、ここのところになんか若干こういう風になんか縦のこういう筋がなんかスーッとなんかいってるのかお分かりかな。はい、なんかね、こういう風な筋とかもね、こういう風に見えたりとかするんでね、はい、あ、まあやっぱりまあメタじゃないなっていうのはね、ちょっとわかるかなっていう感じです。でもね、非常にクオリティはね、高い感じでできてるんで、まあその辺はあまり心配しなくてもいいかなと思います。はい、ということでですね、まあそれぞれでね、ちょっと色合いにまあ合わせたコーデみたいなのとか、まあこういう風なペン持ってる方はこういうのの方がいいかなっていうのをね、ちょっとこれを出しながらまあ見たいなと思います。はい、まずはですね、自分がこれなぜね、第一候補に選んだかというとね、ぜひ合わせたいペンがあったんですよね。はい、まあそれが何になるかと言いますと、こちらになります。じゃーん、はい、こちらなんですよね。はい、これパイロットさんからね、出てるまあシャープペンシルのオートマックっていうやつになります。やっぱこっちちょっと置いとこうか。はい、まあ、ちょっとこちらに出しますね。はい、まあ、これがですね、まあ、パイロットさんの自動シンクリ出しのやつなんですよね。まあ、昔からオートマックってあるんですけど、はい、まあ、これは現行品のやつになります。まあ、細身のこういう風なシュッとしたボディのやつで、はい、まあ、メタリックで銀色でね、はい、ダブルノック式にこういう風にカッチンってなるやつなんですよね。はい、でこれがね、先端がオレンズネロのようにね、まあ、自動シンクリアしてずっと書いていけるっていう風なやつになります。でね、ここのところご覧ください。はい、このね、オートマックなんですけど、このグリップのところはね、これ縦溝とこの横溝って掘られてるってやつでね、まさにですね、今回出たね、このやつと比べてみても、はい、同じようなね、縦に横が入ってるっていう風なね、はい、同じようなこのね、ローレットが使われてて、銀同士だったんですよね、これ。なんでね、この2本をね、もうぜひ合わせてみたい、もう出たら合わせてみたいって思ってたんですけどね、はい、こういう風にね、見てみると、これもうバッチリ、もうバチコリ合いますよね、これ。はい、というような感じでね、もうこの日本の親和性ね、非常に高いんでね、はい、まあいい感じのシャーペンシルで複合ペンみたいな感じでね、もうこれ銀統一の筆箱にはもうこれバッチリ合う組み合わせなんでね、はい、皆さんね、これまあユーザーの方とかはね、もうぜひまあ買っていただけるといいんじゃないかなと思うやつです。はい、これは間違いなかったですね。はい、なんで買ってよかったですね。この横のやつに関してはですね、はい、これね、実はこういうのがね、前に出てるんですよね。はい、ちょっと出したいなと思います。じゃん、同じね、これまあ、ジェットストリームの 4&1 の、これがですね、ピュアモルトのカッパーゴールドっていうやつなんですよね。これに関しては限定のやつです。まあ、これが出る、まあ、今よりちょっと前ぐらいの時にね、実はこの限定のやつが出たんですよね。まあ、ピュアモルトなんで、ここのところはこういうふうに、まあ、木の、まあ、タルの素材が使われてる感じなんですけど、はい、まあ、これをお持ちの方はね、これちょっとどうかなっていうところがあるんですよね。結構色合いがもう似てますしね。はい。まあ、合わせてね、持ってみて、たまにこのグリップの部分だけをなんか変えるような使い方みたいなのがしたいっていう方にはね、まあ、これ買ってもいいかもなんですけど、自分すでにね、これ実
実はまあ動画で紹介してなかったんですけど、持ってたとこあるんで、はい。まあいいかなってね、ちょっと思ったところだったんですよね。はい。でもですね、まあこういうのとか、まあこれに似たような色合い、もしくは、真鍮系とかですね、まあそういうのを持ってる方にとってはこれ結構合うんじゃないかなと思うんでね、まあそういう方にとってはまあおすすめなんじゃないかなっていう一品になります。はい。じゃあ次はですね、こっちから見ていきましょうか。はい。でね、ここのやつがですね、ちょっと結構深い緑のやつだったんですよね。でね、まあ例えばね、このシャーペンとか持ってる方はね、これ結構合うんじゃないかなと思います。こちらになります。じゃん。これね、ちょっと前に出たね、ロットリングのね、600のね、はい、やつです。まあ、このカラーがね、いろいろ、まあ、マダーレッドっていうやつとか、まあ、ブルーのやつとか出たりしたんですけど、はい。これね、まあ、オンラインショップとかによってはね、これ、今こういう風にくるくる回したらね、なんか色合いがなんか変わって見える思うんですけど、なんか写真によってはこういう風な黒い色合いで写ったりしてるんですけど、はい。また違うお店によってはこういう風に緑っぽく写ったりみたいな感じでね、これ結構ね、照明光とかなんかこの角度によって左右されやすい色なんですよね。まあこういうやつこそこういう風なね動画で参考っていうのは非常にまあなるかなっていうやつなんですけど、まあ肉眼で見た感じではこのね結構緑に近いかなっていう色合いになります。はい、これとねこれ結構バッチリね合うなと思うんですよね。まあこういう風なね緑が好きとかね、こういう風なミリタリー系の色合いとかこういうのが大好きだよっていう方には今回のねこのダークグリーン非常に合うかなと思うんでね、はい、行ったらいいかなと思うんですけど、ちょっとね値段の関係上自分は見送った感じになります。はい。でね、こちらですね、はい、まあガンメタリックのやつに関してはまあ自分動画とかでも紹介してるんですけど、こういう風なねメッシュのこういう風な筆箱とかに合うかなと思ったらね、バッチリ合うんですよね、これが。はい。まあ、いい感じにあったりするんでね。まあ、これは、個人的に買ってよかったかなと思います。また結構ね、まあ、この色は合わせやすい色かなと思ったんでね。はい。まあ、黒のね、統一の筆箱の中でもこれ結構合うかなと思ったんで、はい。まあ、かえってこれは良かったなっていうやつになります。はい。というふうなね、まあ、コーデレとかもね、いろいろあったりするんですけど、皆さんいかがですかね？どんの色がね、まあ、皆さん好きですかね？はい。でね、このね、ガンメタリックの色もうちょっとね、言うんですけどね。はい。まあ、これガンメタリックってね、まあ、いろんな色合いがあるんですよね。これまあ、同社の、まあ、これ、定番のやつかな。なんですけど、まあ、クルトガアドバンスアップグレードモデルの、まあ、これもガンメタリックっていう同じ色合いなんですけど、ちょっとね、これ、色合いの方向がね、違いますよね、これ。はい。まあ、こちらはどっちかというと、まあ、何も色を足さない、まあ、無彩色系の、まあ、灰色、もしくはちょっと青成分を足したような色合いなんですけど、はい、こっち側に関してはね、赤成分をちょっと足したような色合いに見えるんですよね。はい、これまあ他社のやつですけど、これもね、同じガンメタリックみたいな色合いのやつなんですけど、まあこれは限定かな。はい、まあゼブラの、デルガードのやつなんですけど、これもどちらかというと、ちょっと赤成分を足したような色合いかなと思ったりもします。はい。まあこんな感じですね、まあ同じガンメタリックと言いつつも、ちょっとね、色合いの方向とかがね、まあ違ったりするんで、まあ面白いところですし、ちょっと注意が必要かなと思うところなんで、まあ実物を見れない方っていうのはね、はい、ちょっとまあこの辺注意していただきたいところでもありますし、はい、まあこれのユーザーの方でこれとバチコリ合わせたい、もう 100% 合わせたいいう風な方はちょっと色合いが違うんでね、まあ、この点注意していただけたら嬉しいなと思います。はい。あとはまあついでにこのクルトガアドバンスアップグレードモデル出てるんですけど、この銀色のやつにですね、はい、まあ、ロフトさんからねこういう風な銀色のねやつが出たんですよね、これ。はい。まあ、これともこうやって合わせてみてもいいかもですよね。はい。まあ、こんな感じでね、結構まあ、持ってるペンとかの兼ね合いとかでね、まあ、自分の、まあ、今回4つ出たんですけど、まあ、選択していただけたらいいんじゃないかなって思ったりもします。はい。というふうなね、感じなんですけど、これね、お値段がですね、2000円するんですよね。はい。でね、これ、まあ、自分は黄色が大好きなんで、まあ、黄色出したんですけど、これがですね、まあ、今まで普通に売られてるね、はい、ジェットストリームの 4&1 です。ここのところがゴム素材になったやつでね、はい、まあ、これ黄色がね、見事にね、まあ、定番になったりしたやつですけど、まあ、限定版の黄色が、まあ、こちらになります。まあ、これが出た後に、まあ、ちょっとこれが定番にね、レモンイエローやつなんですけど、なって嬉しかったっていう感じでね、まあ、これも動画にしたりしてるんですけど、他にもね、カラフルな色合いっていうのがバーってあったりします。で、これのラインナップに関してはこれ1000円なんですよね。で、今回出たやつに関しては2000円です。でも違いって言っても本当にこのキャップのところとこの先っぽのこの部分だけなんで、これでまあ1000円アップっていうのはちょっとどうかな。まあ自分だと1500円ぐらいだと嬉しいなっていうところはあったりしたんですけどね。はい、まあそんな感じになります。でね、まあここでね、ちょっと皆さんにね、クイズの方をね、ちょっと出したいなと思います。はい。これちょっとね、まあ興味深いところだなと思うんですけど、こちら側とこちら側、はい、どちらが重たいでしょうか？
はい。ということでですね、ちょっとね、重さの方をね、ちょっと計測してみたいんですけど、はい。皆さんこれどちらが重いと思われます？はい。ちょっとこっちからね、自分もうすでにハードに使ってて、もうシールとか剥がしてるんですけど、もうちょっと公平性を保つためにね、このシールを貼ったままのやつですね。はい。まあ、シール貼った同士でちょっと計測したいなと思うんですけど、はい。どちらが重いか。はい。ということでですね、じゃあちょっとね、スケールの方をね、出したいなと思います。はい。はい、ということでね、ゼロになったんでね、はい、じゃあこれね、乗せたいなと思うんですけど、まずはですね、このゴムのね、まあ、1000円のやつですね、はい、まあ、これをね、乗せたいなと思います。はい、これがね、20.8g ぐらいなんですよね。はい、ということでですね、じゃあね、次、こちらの方を乗せてみますね。はい、いきますよ。はい、じゃあ、せーの、よいしょと。はい、まあ、こんな感じですね、なんとですね、はい、こちらの方がね、重たいんですよね、これ。いやーちょっとね、これすごい驚きました。はい、もうなんかね、これメタルエディションっていう名前ですしね、もう実際アルミですけどね、まあ軽い素材なんですけど、まあメタルグリップで使われてぐらいなんでね、はい、結構ね、もう重たいんかなってね、自分は思ってたんですよね。で、お店で見た時も、うお、なんか重厚感のある佇まい、うわ、これ重いのかなと思って手に取ってみたら、はい、第一印象がですね、うわ、これ軽って思ったんですよね、これ。でもね、この軽いなっていうのはね、皆さんどうですかね？はい。金属にこそ重たさとか重厚感を求めたいよっていう方にとってはちょっとこれ気になるかなって思ったりもします。でもね、まあ、女性の方とかね、あんまり重たいのがちょっと嫌だわっていう方はね、あ、これ案外軽くてしかも高級なアルミ素材でいいわみたいな感じの方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないです。まあ、こちらは人によるかもなんですけど、個人的にはね、ちょっと予想してた以上に軽かったんでびっくりしました。はい。まあ、実際これ手に取ってみても、あ、やっぱりこれ重いな、あ、こっちの方が軽いなっていうのがね、これ体感して分かるレベルの違いがあったりもします。はい、というふうな感じのね、まあやつだったんですよね。なんでね、ちょっとね、ちょっと持った感じ、あってちょっと予想外だったんでね、ちょっと案外あってちょっと拍子抜けしちゃったところもね、ちょっとあったりしたんですけどね。はい、まあちょっとふんな、こういうふうな感じで、まあでも見た目に関しては非常にかっこいいです。で、重心に関する違いに関してもちょっと見てみましょうか。まあ、メタルがね、使われてるんで、すごいなんか、バランスが違うのかなと思いきや、そんなに実はないんですよね。はい、まあ、メタルのやつに関しては、このあたりに、まあ、重心があります。はい、まあ、こちらとこちらではね、もう若干こっち側の方が短いんで、はい、まあ、低重心だなっていうのがお分かりになるかなと思います。で、一方ね、今までのやつですね。はい、まあ、こちらですね。4&1。てかね、むしろですね、こっちの方がね、低重心なんじゃないかなって思うぐらいなんですよね。はい。ちょっとこのグリップの位置にかかるぐらいなんで、この辺のところが重心になるんですよね。なんで、こっちの方がね、もしかすると低重心かもしれないです。まあ、いずれにせよね、低重心のこの複合ペンと思ってください。はい。ということでね、まあ、書き味の方もね、見てみるんですけども、中に入ってるのはね、もうこれはい、もう、OKB48 とかでもね、もうずっと1位を取り続けてるね、もうジェットストリームです。はい、もうスラ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 書けるね、油性の、まあ、ボールペンになります。はい。まあ、4色ね、赤と緑と青と黒が入ってる感じになります。まあ、それにプラス1っていう感じで、このシャーペンのユニットが入ってるんですけど、これね、複合、この 4&1 のこの褒めるところなんですけど、このね、シャープユニットがね、これ、非常にこれね、ノックしやすいんですよね、これ。はい、まあ、他のペンなかなかこれなんかノックしにくいわってね、なんかこういう風な複合ペンのシャーペンってノックしにくいわっていうなんかイメージあるかもしれないですけど、これ結構ねノックすごいしやすいんですよね、これ。はい、なんでね、まあ、緊急事態の時にね、まあまあ、これのシャーペンガチで使われてることはあんまりいないかもしれないんですけど、はい、まあ、緊急事態でね、これシャーペン全然機能するかなって思うんでね、はい、非常にいいかなと思います。ただね、これここのところをねちょっと大きくしてみると、ちょっとこのシャーペンに関しては注意書きの方がされてます。はい、ここですね、はい、シャープ改新の、まあ、補充は3本までにしてくださいっていう風に書いてあります。やっぱりちょっとこのシャープユニットはね、まあ、複合ペンなんで細く作られてるっていうところもありますし、これね、まあ、複合ペンのね、まあ、ちょっとここにフォーカスを当てた、まあ、商品も実は今後出てきたりするんですけど、はい、これ斜めりながらこういう風に出てくるんですよね。なんでね、このシャーペンのね、この先っぽがね、これ今もちょっと曲がってるの分かると思うんですけどね、ちょっと斜めってるんですよね。はい、無理してグニュって出てきたりしてるんでね、あんまり入れすぎるとね、中でちょっと芯が衝撃とかで折れちゃうかなとかね、
はい、なんかそういうのがあったりとかするんで、ね、ちょっと微妙かなって思ったりもします。あとはですね、もうちょっともう複合ペンなんでもう仕方ないところもあるんですけど、ちょっとここのところがね、やっぱりちょっとガタついたりするんですよね。なんでまあ書き味をものすごいまあ気にされる方っていうのは、ちょっとこのシャーペンの書き味はね、ちょっとまあまあうん、まあご愛嬌かなっていうところはあったりもします。まあでも宿命なところもあったりするんですけどね。はい、というふうなね、まあこういうふうな感じのやつです。でもまあ個人的にはね、非常にまあ納得いく商品かなと思ったりもします。でですね、まあこのね、先端部分のこのメタルなんですけど、実はですね、これパーツだけね売ってたりもするんですよね。まあそういうのを作っておられるメーカーがあります。じゃあちょっとね、この先端のパーツの方を紹介したいなと思います。こちらになります。じゃーん、はい、こちら、はい、実はね、こういうパーツがね、売られてるんですよね。はい、まあ、改造パーツの部類に入るのかな。はい。まあね、ここのね、先端の部分がね、実は取り替えることができます。はい。まあ、前、売られてたのはこれなんですけど、はい、まあ、ここのところからこういうふうに取ってですね。はい。まあ、こういうのに付け替えてあげるみたいな感じですね。はい。なんかこれ、スペーサーあったような気がするんですけどね。はい。ちょっと、はい、まあ、ちょっとどっか置いたかもしれないです。まあ、こういうふうにするとね、こういうふうな感じで、こうやって、まあ、出すことができるんですよね。はい。で、まあ、ちょっとこういうふうな感覚を楽しもうみたいな、こういうふうなパーツが出てたんですけど、この度ね、これ出たやつはですね、もう公式からね、もう出ちゃった感じなんですよね。なんでね、今後、これの、ちょっと対象がちょっと薄れちゃうかな。でも、このパーツはですね、実はまあ、これの、バッチリライバルというか、完全ライバルのですね、まあ、パイロットさんのね、ドクターグリップの、まあ、4プラス1とかね、なんかそういうのとかにもこれあったりするんで、はい、ちょっと、まあ、対象が、はい、狭くなっちゃったかな、みたいな感じなんですけど、はい、まあ、これとこれ、まあ、付け替えることもね、できたりもします。確かスペースあったのかな、ちょっとわかんないですけど、あまりこれ根元まですると、ちょっとうまく出ないんですけど、はい。まあ、こんな感じですね。はい、まあ、ちょっと違いをこういうふうに楽しんだりすることができるんで、はい、まあ、こういうのもね、買われてみてもいいかもしれないです。まあ、ここの部分だけね、なんか自作かなんかこのキーにしてるようなやつもなんか見かけたことがあったりもします。まあ、それはヤフオクとかね、まあ、メルカリとかなんかその辺のオークションサイトとかで、まあ、個人が作って売られたりとかね、なんかしてる感じのも、まあ、試してみてもいいんじゃないかなって思ったりもします。で、これね、出されてるところがですね、このローレットのやつなんですけど、こちらです。はい、まあ、これはちょっとリフィルアダプターっていうね、まあ、4C 規格のやつを、まあ、他のペンに合うみたいな、そういうふうな、まあ、リフィルアダプターのやつなんですけど、はい、ここのところです。はい、まあ、ウーヌスプロダクトサービスさんっていうところ、まあ、Amazon とかでも買うことができますし、下の概要欄のところにもね、リンク貼っておくんですけど、まあ、ここのところはね、こういうふうにメタルのこういうのって出されてました。ちょっとね、この需要性っていうのが、この登場によってね、ちょっと薄れてくるかもしれないですけどね。はい。まあ、今回のね、こういうのが出たっていう感じです。ちなみにですね、今回のこれ、まあ、ちょっとこれと付け替えてみましょうか。実はね、これ付け替えることができるんですよね、これ。はい。まあ、こんな感じでね、まあ、付け替えることもできるんでね、まあ、複数個持っててもいいかもですね。あ、ちなみにね、ここのところ、これこういうふうな感じで、まあ、環合的な感じでしたね。はい、ネジ式じゃなかったです。これネジ式だとね、もうちょっとかっこよかったなって思う反面、こういうのとかにもね、こういうふうに、まあ、既存の商品とこうやって合わせられることもできるんでね。これ、あんまりまあ、かっこいいかと言われると、まあ、微妙な感じもしますけど、まあ、こんな感じですね。まあ、既存の軸とこうやって入れ替えて遊ぶこともできるんでね。はい、まあ、こういうふうな1000円のやつもね、引き続き、まあ、持ってみたり、なんか揃えてみるのもいいんじゃないかなって、個人的に思ったりもします。はい。というふうな感じですね。まあ、今回はね、この、ジェットストリームの 4&1 メタルエディションのね、まあ、紹介でした。ちょっとね、1本2000円ってするんでね、はい、なかなかちょっと高い値段ですし、まあ、どれもね、いいやつなんでね、悩まれるかもしれないんですけど、まあ、今回の動画ぜひ参考になったよってね、いう方がいればすごい嬉しいなと思います。はい。でね、最近ね、三菱鉛筆さん結構頑張っておられるんですよね。はい。というのもですね、まあ、先ほどもね、出したんですけど、はい、まあ、こちらのね、はい、まあ、このクルトガのね、アドバンスアップグレードモデル。まあ、これにね、新色がね、実はこの度出たんですよね。まあ、最近自分も動画にしたんですけど、はい、こちらのやつです。まあ、サムネに関してはですね、はい、こちらですね。はい、まあ、こんな感じで、まあ、マットなね、感じのこの、秋色っぽいようなやつが出た感じなんですけど、まあ、こういうのも出されたりとか、あとはね、結構これ挑戦的な色合いのやつなんですけどね。はい、こちら、はい、3&BCPT4、PT7 っていうやつをね、はい、出された感じです。はい、まあ、このね、くすみカラーとか、ニュアンスカラーとかね、まあ、いろいろ
ね、淡い色合いとかがね、まあ、流行りの時代にこんなどぎついね、まあ、蛍光カラーをボーンって出したのは挑戦的なプロダクトもね、出されてたんですよね。で、自分もね、もうちょっと挑戦的なね、はい、あ、これはサムネ仕上げる前の段階のやつでしたね。はい、まあ、こんな感じですね、バーンってね、はい、キャラクターでね、自分描いたんですけどね、はい、全然ね、再生数伸びなかったですね。はい。伸びなかったね。皆さんぜひね、これ見てくださいね。こういう風なサムネ出してるんで。はい。頑張ってね、ちょっとキャラクター書いたんでね、もう応援していただけると個人的に嬉しいです。もうピエンな感じですけどね。はい。まあ、ぜひね、こういうのもね、出たんでね。まあ、あまり売ってるお店少ないかもしれないんですけど、はい。皆さん見つけられたら買われてみるのもいいかもしれないです。はい。という風な感じですね。まあ、いろいろ、まあ、出てますし、こういう風な面白い商品が、まあ、今回出たという感じです。まあ、という感じでね、まあ、ぜひ皆さん気に入ったらね、はい、まあ、買っていただけると嬉しいです。またこれは分解したやつ戻しておくんですけど、これガンメタリックのやつをこれ出しながら、まあ、終わりにしたいなと思います。ということでね、まあ、この動画が良かったという方はぜひグッドボタンでチャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、他にもですね、面白い動画とかいろいろアップしたりしてるので見ていただけると嬉しいです。ということで今回もありがとうございました。バイバーイ。